こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は神奈川県川崎市京急大師線小島新田駅にやってきました。早速周辺の陸橋上に上がってきますと、たくさんの線路、 JR 貨物や神奈川臨海鉄道の貨物専用駅、川崎貨物駅です。通称東海道貨物線、浜川崎方面を見ています。奥になんとなく EF210 型が見えていますが、こちらにはやってきません。神奈川臨海鉄道で言いますと、浮島線や千鳥線が乗り入れています。小島新田駅、現在工事が行われているようです。この周辺に1997年まで線路が敷かれ、川崎貨物駅から大師線を三線機場で経由しまして、味の素川崎事業所へ続いていたようです。特に入れ替え作業は行われていませんが、この周辺さまざまな鉄道関連施設が隣接しています。 JR 貨物で言いますと、貨車の検査などを行う川崎車両所、さらには新鶴見機関区川崎派出、先ほどの陸橋から西へ少し移動してきました。この先が神奈川臨海鉄道の塩浜機関区、配置される車両はディーゼル機関車 DD55 型や DD60 型です。 DD60 型3号機が留置されています。さらに進みますと JR 貨物川崎車両所となっています。とは言っても以前訪れています。早速本題に入りまして、今回川崎貨物駅に特殊な車両がやってきているようです。なんとなく遠くに確認することができましたので、近づくことできないのかなと寄ってきましたが、 DD55 型や DD60 型ばかりです。浮島線方面から貨物列車がやってきました。先頭には DD55 型ということですが、タンク車多機を牽引しています。しかし1両のみ、とても寂しい編成となっています。そしてすぐ目の前に現れたのは DD55 型の18号機、呼気と連結しそうな雰囲気です。中身が入ってるかどうかは分かりませんが、液化酸化エチレン専用、こちらも寂しい1両編成となっています。入れ替え作業が行われそうです。入れ替え作業の方はいつでも見れるかと思いますので、本題に入ります。遠くにオレンジの変わった車両を確認することができます。以前どこかで見たことがある車両です。日本国内で運用される車両ではなく、海外、台湾で今後運用が予定されている車両。海外の鉄道事情あまり詳しくよく分かりませんが、台湾鉄道でこの先運用されるオレンジの車両は E500 型、交流専用電気機関車です。この位置から見えませんので関係ないものを捉えていますが、東京都府中市、株式会社東芝府中事業所で製造された車両。東芝が68両もの E500 型を受注しているようです。順次製造されまして台湾の方に輸出、2023年夏の終わり頃に武蔵野線北府中駅周辺で見た車両です。最初の車両となりますので E501 でした。オレンジの車体、ラッパのような汽笛がとても印象的。東芝府中事業所内で構内試運転が行われていました。最終的に北府中からこちら川崎貨物駅まで JR 貨物が甲州走、その後神奈川臨海鉄道にバトンタッチされまして、浮島線末広町駅周辺に位置します東芝浜川崎工場に輸送されています。
工場内に入ることはできませんので、詳しいことはよくわかりませんが、海が面しているようです。そこに船をつけまして、E501 を積載。台湾の方にすでに向かっています。現地の方では客車などを牽引し、試運転がすでに行われているようです。それから約2ヶ月経ちまして、11月上旬、2両目と3両目、E502 と503、同じような流れで台湾の方に輸出されています。そして今回、2024年になりまして、初めての E500 型が出場。JR 貨物によって、こちら川崎貨物に高収送されてきたようです。先ほどから周辺の様子を見ていますと、カメラを持った方ちらほら確認することができます。ということであれば、この後川崎貨物から末広町駅周辺、東芝浜川崎事業所の方に輸送されるようです。改めまして、様子の方見ていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。前振りがとても長いと思われている方いらっしゃるかと思います。しかし初めて見る方はさっぱりわからないかと思います。簡単に触れてきましたが、遠くから BD55 型です。何か牽引してきます。しかしまだどこで見るか決めていません。突然やってきますので困ってしまうところです。ちょっと見づらい状況ですが出てきました。先頭には塩浜機関区に所属する DD55 型の17号機、そして控え車貨車呼気を連結しまして E500 型、 E504 と確認することができます。台湾の鉄道は海外では珍しく1067ミリの狭軌となっています。 JR 線と一緒です。切れしていたら行ってしまいました。高収送といえば仮台車を履いて輸送されるイメージ。しかし正式な台車、そのまま運用することができる台車で輸送されたようです。まあいろいろ喋っていこうかなと思っていたところ、息切れしていましたと思っていたら末広町方面に行ってしまいました。以前走って浜川崎工場まで追いかけています。とても辛かったので今回は行きませんが、この先次々に増備が進むんではないかなと思います。最初は1両での輸送、前回は2両での輸送、そして今回は1両での輸送となりました。この先量産されれば3両4両での輸送あるかもしれません。そして控え車呼気を連結していました。 E500 型が牽引すること、
絶対ないかと思いますが、角度によっては牽引しているようにも見えました。この先68両の車両、すべては見ることができないかと思いますが、時間がある限り見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。いやー、こちらで自転車を借りれば浜川崎工場まで追いかけることできたかもしれません。しかし借り方がよくわかりません。今後勉強しておきたいと思います。そしてトイレがありました。用を足したくなりましたので、本日はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。